はいどうも、鉄腕でーす。さあ、今回も第五人格やっていきたいと思いまーす。今回はですね、レオのパペットで長距離移動、こちらにチャレンジしたいと思います。こちらのやり方ですね、パペットが空中にいるときに転移をすると空中から奇襲ができるという形になるんですね。これをちょっとやってみようと思います。さあ、早速囚人いましたね。囚人はちなみに絶対強いです。いや、囚人強いですよね、やっぱり。いや、ほんと、あ、いたいたいた、いましたね。これで追っていきましょう。いや、結構ね。お、板当てられて、まあ板はね、当てられれば全然。いや、ほんと、見逃すとか。あ、レオ捕まえてますね。ナイス。じゃあ、このまま釣っていきましょう。まあ、これで目標通りね、囚人最初に釣れたので。で、次が。あ、救助来てますね。救助来てるので、救助を、この救助狩りしたいですね。どっちから来る？どっちから来る？こっちから行く？こっちからか。こっちから来たら、力いくよ。これすかしちゃって、救助してるうちに一発当てちゃうけど、いや、これ逃げられたな。逃げられちゃったのは辛いよな。で、これは囚人追いましょう。囚人追っていきましょう。次は、まあ、釣るんだったら、あ、超高士いましたね。超高士を釣りましょう。ラッキー一発投げてく。この一発ナイス。これめちゃめちゃ美味しいっすね。これ多分相手、あれかな、パペットがそっちから来たから、焦って転移したらまだ俺がいたみたいな感じかなと思います。いや、このレオの強みはね、やっぱ、複数でね、追い詰めれるというか、挟み撃ちできる点とかが強いかなと思います。さあ、もう一人の超攻守を狙って撃つ。当たって、ナイス！で、黒レオを出して、黒レオと一緒に、ナイス！いや、ほんと黒レオ優秀っすよね。で、黒レオを、で、超攻守を釣って撃くと。これは超攻守を追いたいな。超攻守を追っていく。これで見失っちゃったんですよね。これでどこに行ったのかわかんなくなっちゃって。
後で、うわ、そこにいたのかっていうのは結構ありますね。なので、これでパーフェクトで、まあ、長距離移動ですね。長距離移動狙ったら、調光師がいたんで、このまま釣っちゃうと。いや、これめちゃくちゃラッキーでしたよ。まさかね、投げた位置に、まだ調光師がいたなんてね。で、解読機が残り2つなので、まあまあ、まだなんとかなりそうな形ですね。うまくいけば全員釣りたいですね。いましたね、いました、いました。調光師ですね。調光師を追っかけて、このままダウンすると、ナイス。オッケー、これで釣って、残るは傭兵と。近くに傭兵がいないか確認するため、今ぐるぐるちょっと回ってる形ですね。あ、耳鳴りしたんで、言いましたね。傭兵が来たので、まあ、とりあえず近くに行くという形ですね。来た。OK、一発殴って、調光師は釣られていくと。あとはこの傭兵を追っていくだけのゲームになりますね。あ、ダウンしましたね。じゃあ、このまま釣って、ゲーム終了という形ですね。いや、使ってみた感想ですね。結構、パペットの長期移動、一緒に使えるので、よかったらみんな使ってみてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ。